ヤクソン軍はアメリカ合衆国ジョージア州に位置する軍である。2015年現在、人口は約63,330人である。ここの軍の軍長所在地はジェファーソンである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積888平方キロメートルである。このうち887平方キロメートルが陸地でに、 平方キロメートルが水地域である。総面積の0.19%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口41,589人、15,057世帯、及び11,488家族が暮らしている。人口密度は47平方キロメートルである。18 平方キロメートルの平均的な密度に16,226件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人89.00%、アフリカン・アメリカン7.78%、先住民0.18%、アジア0.96%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種1.07%、及び 根結1.01%である。ここの人口の3.00%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は26.60%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.70%、25歳以上44歳以下が31.80%、45歳。 以上64歳以下が22.50%及び65歳以上が10.40%にわたっている。中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は100.40人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.80人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は4349ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は46211ベイドルである。男性は34063ベイドルに対して、女性は22774ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17808ベイドルである。人口の12.00%及び、 家族の9.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.30%、および65歳以上の17.90%は貧困線以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties. http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。